皆さんこんにちは。プリザイアクロノスリベリオンでエルを演じています尾崎由香です。エルちゃんは、いわゆる最初に必ず仲間になるキャラクターということで、主人公の新太くんとの出会いも運命的でね、台本を読んだ時はとってもドキドキしてしまいますよね。はい。そしてエルちゃんは真面目で物静かな女の子、私は演じる時にとってもこう背筋が伸びました。こう演じるのにもちょっと珍しいキャラで、私元気な女の子が多かったので、役が決まった時はとっても嬉しかったです。見た目もね、青髪でロングな髪で、私の理想なんですよね。だからこんな理想の女の子を演じれてとっても嬉しいです。あとね、フェッツっていう相手の気持ちが伝わっちゃう技術ありましたよね。それもね、なんか実際にもしあったら、こう私恥ずかしいなってすごい想像しながら演じてたので、ちょっとエルちゃんと同じような気持ちを味わっていました。それとエルちゃんはメインヒロインということで、メインストーリーにもたくさん出てくると思うのですが、アールちゃんや新太くんとの関係はもちろん、ブリザイアクロノスリベリオンという作品がこれからどういう展開をしていくのか、とっても楽しみにしています。というわけで、エル役尾崎由香でした。バイバーイ。